YouTube 市民の諸君ごきげんよう、バッタモンだ。このチャンネルでは脳筋娯楽映画好きの私が映像作品の感想を語っていく。今回は3月31日から公開が始まったものの、周りに強敵が多すぎて埋もれてしまっている傑作、ダンジョンズ&ドラゴンズアウトローたちの誇りをレビューしていこうと思う。まあなんとも B 級臭いタイトルだよな。ちなみにサブタイトルのアウトローたちの誇りは原作を直訳しても盗賊たちの誇りになるので、合ってはいるんだがはっきり言って内容に合っていない。どちらかといえば自らの生き方に後悔を抱えてる連中が主人公だからな。そういう連中が活躍する映画ってのは世界共通で熱くなれるみたいな、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーみたいに。本作は1974年に発売され、世界中で大ヒットを記録した同名のテーブルトーク RPG が原作となっている。テーブルトークとはペンやサイコロ、プレイヤー同士の会話を中心に進めていくもので、このゲームではルールブックをもとにゲームマスターがシナリオを作り、プレイヤーは戦士や魔法使いといった役割を持つキャラクターになりきってそれを体験していくというものだ。このようなロールプレイング形式で行うゲームは本作が世界初と言われている。つまりすんごいゲームだ。 E.T. やストレンジャーシングスで遊んでる描写があったり、コンピューターゲームも多く作られているので名前だけは知ってるという人も多いだろう。私もその一人だ。前置きが長くなってしまったが映画の話に戻ろう。予告のアクションはかっこよかったんだが、やはり拭えない B 級感があり、出かけたついでに劇場に向かったんだが、これがめちゃくちゃ面白かった。アクション満載なのはもちろん、笑える場面も多く、頭空っぽで見れる映画かと思っていたら、それぞれのキャラクターが魅力的に描かれていて、最後は泣けた。本作に登場するキャラクターは、盗賊、剣士、魔法使い、獣人、聖騎士、詐欺師と、ファンタジーといえばおなじみの顔ぶれが揃っている。物語も仲間集めに危険なクエスト、最後はボスと直接対決といった RPG らしいもので、途中途中に挟まれる難題の解決手段もゲーム性に富んだものになっていて、見ていて非常に楽しかった。近年のエンタメ映画は冒頭から中盤にかけて観客を引きつける派手な展開が多いが、本作ではラストに向けてだんだんとギアを上げていく。2000年代初めに多く乱れた作風で懐かしい気分になれる。ということで、あらすじに触れていこう。ネタバレ注意だ。元は義賊だったが、妻を殺されてしまい、娘を育てるために盗賊となったエドガンと、その相棒ホルガは、盗みに失敗し、2年間投獄されていた。ある日、脱獄に成功した2人は、昔の仲間、詐欺師のフォージに会いに行くが、捕まったのは彼の策略であり、さらにエドガンの娘にも、嘘を吹き込んで信用を失わせていた。2人は、魔法使いのサイモン、動物に変身できるドリック、聖騎士のゼンクと協力して、フォージの策略、そしてその裏で暗躍する魔女、ソフィーナの陰謀に挑む。といった内容だ。登場するキャラクターもゲームらしく、それぞれが役割を持っている。原作自体が我々のよく知るファンタジーゲームの原点なので、全ての演出が非常にわかりやすい。もちろんタイトルの通り、ドラゴンのいるダンジョンに潜ったりもするぞ。作中でとあるアイテムを探すために墓を掘り起こして死体に質問するシーンがあるんだが、ここがめちゃくちゃ爆笑ものだった。自宅だったら確実に笑い転げている。ちなみにここで死体の吹き替えを行っているのは、神谷博士、森川俊之、津田健次郎、諏訪部純一とすんごい豪華なメンツだ。1体あたり30秒ぐらいしか喋んない場面だぞ、ここ。それに加えて、この映画最大の魅力は映像センスの良さだ。4DX が前提となっているのか、アトラクション性の高いカメラワークが多かった。個人的なお気に入りはドリックで、敵兵から逃げる際にネズミや鳥、猫といった感じで次々と変身していく描写は、ぜひ 4DX で見たいと思えるシーンだった。他にも、ホルガのパワフルな戦い方や、サイモンのお手本ともいえる魔法戦、パーティー一丸となって戦う連携など、とにかく派手でかっこいいと思えるアクションがふんだんに詰め込まれている。この制作時にモンハン撮り直したら多分ヒットするんじゃないか。さて、この映画自体は大満足の傑作だったんだが、日本語版制作スタッフに3つ言いたいことがある。1つ、パンフレットが販売されていない。おいおい、映画といえばパンフレットは定番だろ、なんでないんだよ。2つ、豪華声優による吹き替えということだが、一人女優さんが混ざっているぞ。こういう組み合わせにするとどうしてもその人が浮いちゃうからやめてやれよ。どうせやるなら全員タレントでやってくれ。そしたら字幕一択なんだから。個人的に戦闘シーン以外はわずかな違和感だけで結構良かったと思うが、やはり周りが強すぎて浮いちゃうんだよな。まあこれはいつものことだな。
ぶっちゃけこういうのって宣伝っていうより制作会社と事務所のつながりを感じるよな。3つ目、これが一番ひどい。日本語版主題歌についてだ。そんなものがあるとは全く知らなかったので、壮大な曲から急にポップな歌に変わって驚いた。どうやら歌っているのはマーゼルというグループで、スカイハイが CEO を務める事務所からオーディションによって選ばれた8人組ユニットだ。デビューシングルは5月17日らしいんだが、プレデビューシングルとして今回のミッションをリリースしたということらしい。3月31日に。あ、こっちか。随分と匂ってきたな。歌詞も完全に彼らのことを歌っている。まあなかなかかっこよかったし、正直日本語版主題歌という枠でデビューの宣伝に使われようがそんなことはどうでもいい。劇場以外では関係ないしな。問題は差し込み方が雑すぎる。本来なら劇版が流れてるエンドロール部分で急にぶち込んでワンコーラスちょっとでフェードアウトするもんだから、秘物感が半端ないんだよ。スーパーの業務放送じゃないんだぞ。ゴジラ VS コングを見習え。あの映画ではエンドロールを全て流した後に日本語版スタッフのクレジットとして使用されていた。これほどまでに日本語版エンディングにふさわしい使い方はない。クレジット作るぐらい大した手間じゃないだろ。俺でもできるぞあれ。ちょっと疲れたな。今回は以上だ。この辺で終わるとしよう。レビューしてほしい映画があればコメント欄まで頼む。以前リクエストのあったスパイダーマンノーウェイホームだが少し待っていてくれ。シリーズを見直してから作るので少し時間がかかりそうだ。それではまた会おう。